アウトレイジ最終章は、北野武監督による日本映画。2017年10月7日に日本公開。第74回ベネツィア国際映画祭、クロージング作品。R15 指定。キャッチコピーは、全員暴走。ヤクザ抗争を描いた2012年公開のアウトレイジビヨンドの続編映画。監督及び主演は、北野武。前作主要キャストである、西田敏行、塩見三成、松重豊に加え、新たな主要キャストとして、大杉さざなみ、ピエール滝、大森奈緒、岸部一徳、原田泰造、池内博之らを起用している。関西最大の暴力団、花火師会は代替わりし、先代会長、布施の娘婿である元証券マン、野村和夫が会長に就任した。しかし、片木出身で高慢な野村は組織内での人望がなく、特に古参幹部の若頭、西野和夫との反りが合わなかった。薬物売買を禁止していた先代の布施と異なり、野村は金さえ儲かれば何でもありというスタンスであった。この野村体制の下で台頭したのが、新興勢力の花田組で、その組長の花田和弘は、闇金、薬物売買で多額の利益を出しており、さらに野村に直接献金して、関心を買うことにより、直参になると、花火師会内部での地位を高めていた。他方、大友は、前作で、悪徳刑事、片岡を射殺後に、日刊フィクサーの張大成会長の計らいにより、日本を出国し、張の故郷である韓国、チェジュ島の歓楽街で、張が運営する組織の用心棒を務めていた。用心棒仲間には同じく、日本人の市川と韓国人数名がいた。花田は野村が開く定例会議をすっぽかして懇意にしている。筆頭は若頭補佐の中田勝久に韓国にうまい話があると言い残し、チェジュ島に女遊びに出かけていた。テハンリゾートホテルに宿泊した花田は出張風俗の韓国女性2名が SM プレイに対応できないことがわかると激怒、組の手下を使って女性たちを暴行、脅迫した。このことを知った、用心棒の大友と、市川たち数名はホテルに急行し、花田を一括。大友たちの銃器による武装と剣幕に平静を装いながらも恐れをなした花田は、詫び料として200万円払う、と言ったが、金に汚い花田は、詫び料を本気で払うつもりは毛頭なく、後日、金を受け取りに来た、超グループのドライバー。高成慎に花田組の手下を使って、アイスピックで拷問を加え殺害した。仲間の高が殺されたことに、大友と市川は激怒する。日本に帰国後、花田は焼肉店で兄貴分の中田に対して、チェジュ島での出来事を自慢げに語った。しかし、焼肉店の従業員で、チェジュ島出身の在日韓国人、ゴンに、チェジュ島のホテルや、歓楽街を仕切っている人物が誰なのか中田が確認したところ、日本在住の張会長と兄弟分の委員会長であることが判明する。中田は花田がチェジュ島で起こしたことの重大性に気づき、野村や西野には内緒で花田に考察外の慰謝料として現金3000万円を用意させ、張会長の元に向かう。しかし、張の腹心の李と幹部の際は3000万円を貸した金とし、謝罪の場に会長である野村や若頭である西野を連れてこないばかりか、日本のヤクザでありながら、指の一本すら詰めない態度に不快感をあらわにし、頑として受け取ろうとしなかった。さらに、後から現れ、同じく舐めた態度に不快感を示していた張が、中田の発言に対し激怒。張は李に、現金3000万円を金庫から持ってこさせ、合計6000万円の金を中田と花田に突き返した。窮地に追い込まれた中田は、やむを得ず会長の野村と若頭の西野に相談。西野は花田を連れて、張の元を訪れ、慰謝料を渡そうとするが、李からは、気持ちだけで結構ですと、自分たちが用意した3000万円だけを受け取られ、中田の時と同様、張には全く相手にされなかった。日頃から西野と折り合いが悪かった野村はこのことに目をつけ、若頭補佐の中田に花火師会の次期会長ポストをちらつかせながら、張と西野の対立、抗争を煽ろうと画策する。しかし中田は会長の野村の諫言を信用しておらず、昔から信頼関係を持っている若頭、西野に野村の謀略をすべて密告していた。そこで西野は一計を案じ、自分が乗っていた車のドライバーを中田の部下に殺させ、さらに車自体を湖に落とすことで自らが張に殺されたかのように装う。花田は西野の脅迫により偽装された西野の死を野村に報告。目の上の炭鉱部だった西野の死に野村は上機嫌であった。一方、関東ヤクザ、山王会は花火師会の傘下に入った後、著しく弱体化していた。東京の木村組のしのぎはすべて花火師会が独占。生え抜きの山王会の幹部である会長、城山博と若頭、五味栄次郎は、花火師会本部から送り込まれた若手幹部の木村組組長、吉岡の尊大な態度に不満を抱いていた。野村は西野の仇討ちという名目で、張の殺害を計画し、吉岡の監視のもと、花田組の舎弟である丸山ほか、合計5名のチンピラを使って張が通う喫茶店を襲撃し、同行していた張の組織の幹部である蔡のほか、その場にいた張グループの数名を射殺。チンピラ側も5名が死亡するものの、唯一生き残った丸山はバリに銃口を向ける。しかし、顔色一つ変えない、張の雰囲気に圧倒されている間に、背後から近づいてきた、張の腹心、李によって射殺される。度重なる、花火師会の強行に対して、チェジュ島にいる大友は激怒し、権が手配した偽造パスポートを使って、日本に入国した。大友は、李の運転するシルバーのベンツ S クラスで、張の元に向かっていたが、空港から尾行していた、警視庁の丸坊刑事、平山利下に車を止められ、大友は、任意同行で、警視庁に連行される。重田は大友に対して山王営現会長、加藤実と、悪徳丸坊刑事、片岡の殺害に関する厳しい尋問を行うが、日韓のフィクサーである張が李を介して、警視庁の上層部に圧力をかけて、大友に対する取り調べは中止された。海外逃亡していた大友の追跡に執念を燃やしていた重田は、激怒するが、その後も、前作で、大友の弟分だった木村を殺害した、加藤の側近だった、元山王会組員の男への聞き込みによる捜査を続けたため、日韓間の国際問題への発展を恐れて、張の意向を組んだ警視庁上層部により、暴力団対策課から二課への転属を命じられたため、後に、居酒屋で平山と飲んだ後に辞表を叩きつけた。警視庁を出た大友は、同じく権が手配した偽造パスポートで入国した市川たちと合流し花火師会への襲撃を開始。権が用意した拳銃で武装し、手始めにバーにいた吉岡を射殺。吉岡の居場所を大友に教えたのは、吉岡の尊大な態度に不満を持つ山王会の白さんと五味であった。花火師会に対して、報復に動かないバリに対して、側近のオレンジ髪の若手は義憤にかられ、単独で花火師会の屋敷に車で戻るところの野村を拳銃で襲撃する。防弾車でない野村の車の後部窓ガラスは粉々に割れたものの、野村は奇跡的に生き残り、オレンジ髪の若手は花火師会の手によって射殺された。自分の車が防弾車でなかったことが判明し、野村は八つ当たり同然に激高する。大友と市川は次の花火師会襲撃計画に動きつつあったが、張会長の兄弟分の尹会長の手下と称する韓国人が数名合流しようとしてきた。しかし、この連中は一部の人間だけが知っていた尹会長の妻の死を知らなかったことから、大友は花火師の送った偽物と断定。ワンボックス車の中で撃ち合いになり、全員射殺するが、その流れ弾で市川と共に来日していた、張グループ若手2名をも死なせてしまう。その結果、大友と市川の2人だけで、花火師会を襲撃せざるを得なくなったが、大友たちに合流しようとしていた、韓国人は、アサルトライフル M4 カービンなどの強力な殺傷力を持つ武器を持参していた。表向き、死亡したことになっている西野は、陰で動き始める。某ビルの屋上駐車場に大友と市川を呼び出し、今回の抗争の発生について、花田に詫びさせる。さらに、花火師会による長州劇の黒幕が野村であることを明かし、花火師会中堅幹部、河野直樹の出所パーティーに出席する野村を襲撃するように、大友をそそのかす。ところが、ケチな野村は、中堅幹部の河野の出所に対する祝い金を払いたくなかったためにパーティーを欠席した。西野は野村の欠席を知り、大友による襲撃をやめさせようとし、河野のパーティーに唐突に現れる。数日前自分が野村に殺されそうになったことを暴露し、そして野村と親子の縁を切ることを宣言した上で野村が自分どちらにつくか腹をくくるよう組員たちに檄を飛ばすが、大友は花火師会に対する報復の意志が固く、パーティー会場に傘に隠して持ち込んだ M4 カービンを市川と共に乱射、河野をはじめとする花火師会組員を大量に射殺した。その後、西野は中田と共に野村がいる花火師会本部に急行。大友によって組員の多くが殺されたことを聞いた野村は中田に波紋を言い渡すが、返す刀で西野が現れ、西野が生きていたことに野村は驚く。西野は、初めっから、踊れを、ヤクザや、親やと思うたことあれへんのや、ただの素人やないかい。と、それまで隠していた本心をぶちまける。野村は腹心であった幹部の森島を焚きつけるが、西野の生存を確認した森島は寝返る。西野や森島たちの手下に花火師会本部から引きずり出された野村は山中に連れて行かれ、そこに待っていたのは大友であった。大友は野村にキャンプ楽しんでもらおうかと思ってなと言い放つと、車の往来の多い夜の峠道に野村を頭だけを出した状態で生き埋めにする。野村はそのすぐ後に走ってきた車に頭をひかれ、即死した。山王会の五味は、どさくさに紛れてもともと折り合いが悪化していた白さんを射殺し、花火師会には大友の仕業であると報告した。野村の死により、若頭の西野が、花火師会の新会長に若頭補佐の中田が若頭に就任する。花田は、若頭補佐の一人として昇格するが、内心花田を嫌う西野は、さらなる計略を案じていた。変態志向の花田をおびき出すために、幹部昇進祝いと称して、SM 嬢2名に接待させると同時に、大友と市川にホテルの場所を教えて、花田を襲撃させ、殺害に成功する。さらに、西野は、大友の抹殺を最終的な視野に入れ、張の腹心である李を焚きつけた。そのことを知らない大友は、市川をチェジュ島に返した後、李が運転するシルバーのベンツで、スクラップ工場に向かう。この工場の工場長は前述の通り、元山王会会長、加藤の側近で、悪徳丸坊、片岡の教唆により、木村を殺害しており、大友は、木村殺害に対する報復のため、彼と行員の2名を射殺する。しかし、西野の意向を受けた李は、大友さん、すいません。これ以上、会長に迷惑かけないでくださいよ。と言って、大友に、拳銃の銃口を向けるが、大友は、李さん、あんたがそんなことしなくたっていいよ。けじめは、自分でつけるから。会長に、よろしく。と告げ、自分で顎から、頭頂部を拳銃で撃ち抜き、自害した。その後、李は、張会長のオフィスに戻り、張に、大友さん、死にましたと告げると、張は韓国語で、と力なく答えた。李は、最後に、会長によろしくと言ってましたと大友の遺言を張に伝え、本三部作は完結した。関西を拠点とする、日本最大規模を誇る、巨大暴力団。その他以前は、関東最大規模を誇っていた、巨大暴力団。現在は、花火師会の勢力下にある。かつての本部屋敷は、花火師会の東京支部として乗っ取られており、賃貸ビルの一角にある小さな事務所を拠点とするなど、前作から著しく凋落した様子が伺える。2018年4月24日発売。販売元はバンダイナムコアーツ。ありがとうございます。